会場となったケベック市コンベンションセンター第32回世界遺産委員会は2008年7月2日から10日までカナダケベックシティのコンベンションセンターで開催された。ケベックシティは旧市街の歴史地区が1985年に世界遺産リストに登録されている都市でカナダでの委員会開催は第14回世界遺産委員会以来2度目である。 この世界遺産委員会において、文化遺産19件、自然遺産8件の計27件が登録された。結果、世界遺産リスト登録物件の総数は878件となった。委員国は以下の通りである。地域区分はユネスコに従っている。物件名に印がついているものはすでに登録されている物件の拡大登録などを示す。太字は、 正式登録された物件。英語名とフランス語名は諮問機関の韓国文書に基づいており、登録時に名称が変更された場合にはその名称を説明文中で太字で示してある。第32回世界遺産委員会の審議で新規に世界遺産保有国となったのは、サウジアラビア、サンマリノ、バヌアツ、パプアニューギニアの4カ国である。なお、 今回の審議では7月6日から7日に審議が行われた物件での逆転登録が相次ぎ諮問機関の勧告を尊重することや管理計画などを適切に評価すべきことが再認識されたため8日の審議では逆転登録される例が抑制されたという危機にさらされている世界遺産リストについてはそこから除去される物件もそこに新規記載される物件もなかった そのため、危機遺産の総数は前年と同じ30件のままで、ある。危機遺産リスト記載物件の中では、前年に引き続いて、ドレスデンエルベ警告の扱いに、多くの時間が割かれた。最終的な結論は、翌年に持ち越されたが、建設がすでに始まっていることもあり、このまま工事が中止されなければ、翌年に、世界遺産リストから抹消されることが決められた。 基金産の増加はなかったが、前年から導入された強化モニタリング対象として、以下の4件が新規に追加された。いずれの理由も、都市開発など、範囲内や、近隣の開発への懸念が示されたものだが、特に問題となったのは、月の港ボルドーである。前年の登録時点で高く評価されていた要素の、一つであった、旋回橋が取り壊されたことと、 大体となる橋の建設計画が持ち上がっていることが問題となり、翌年以降の世界遺産リストからの抹消の可能性もはっきり示された。以下2件の適用される世界遺産登録基準について差し替えや追加が行われた。以下の通り、警備が変更が行われた。以下の3件について、当該国の要請に基づく名称変更が承認された。 なお、メキシコ式歴史地区とソチミルコは、メキシコ式歴史地区とチナンペロでソチミルコ、トラウアク、ミルパールタの文化的景観と名称変更することを申請していたが、アイコモスからは、範囲の面でも文化的景観という分類の面でも当初の登録理由を逸脱しているという勧告が示されており、変更は見送られた。従来、明確に定義されていなかった。 干渉地域について、それが世界遺産登録範囲ではないことや、干渉地域は世界遺産登録範囲を守るためのものであって、それ自体が顕著な普遍的価値を有するものではないことなどが初めて定義づけられた。この定義を踏まえ、従来の革新地域という故障が廃止され、資産という故障が第一された。ありがとうございます。